嵐が訪れようとしている。空位となった帝国の玉座を大気が戦の気配で満たされる。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。サムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。時に第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。はい、どうも、BJ まゆと申します。本日は、ジ・エルダースクロールオンライン、通称 ESO をプレイしてまいりたいと思います。年末にセールをやっておられて、その時に購入しました。キャラクターはもう作ってあります。モッドに頼り切っていたから、あんまり可愛くできなかったけども、頑張って可愛くしました。できる限り。意識はある？ああ、それはよかった。可愛い声だね。そこにいたの？さあ立って。魔法による移動が胃腸に負担をかけるのは知っているちょっと休憩して息を整えて。わかった。ここはどこだ？バルフィエラ島よ。ギレニケの故郷。あ、ギレニケ知ってる。散らかっていてごめんなさい。オフリーだっけ。私たちは礼儀を誇りにしているけど、ね、今は状況が異常なの。あなたが自分や他の人々を傷つけないようにしないといけないの。出してくれないの？何が起きているのかを知ったらすぐ脱出しようとは思わなくなるかもしれない。あなたはポータルを使ってシャゼルというデイドラの獣と一緒に来た。あれは私たちのゴーレムを支配して島に解き放ったの。解放したらシャゼルを止めるのに協力してくれる？ああ、解放してくれれば手伝おう。賢い選択ね。少し待って。ほら、これで扉が開くわ。準備ができたらついてきて。難しかったわ。幸運がありますように、うん、もう木枠箱が残ってない。なんだこれ。ああ、カジートだ。もっと買ってくれ。かわいい声。さようならともよ。いやー、よきともよ。さようなら。よきともよ。さようなら。あれは多分、有料ジェムで買えるショップだね。WASD、そして、コントロールでスニーク、スペースジャンプ。うん。できるできる。左クリックでパンチっていうか攻撃、うん、で WASD で移動、うん、同じだな。スカイリムと操作方法はほぼ同じだ。でこれはインベントリを開いたつもり愛用して、とりあえずバインにしたらでしょ。せめてバインにした。あんまり可愛くできなかったから。でもブルーンしないんだよ、ブルーン。こうなるとね、CBPC とかさ、HDSMP とかのありがたみというのがよくわかるね。あー、デイリー報酬とかあるんだ。ほー、
そんなに私多分プレイせんぞ。はいはい、大体分かった。ムリアンウェイと話す。あかね。アクティブ化的に。防御か。防御するとこうか。このエルフの子だろ、エルフっ子。あ、武器がある。回収。回復の杖。そうだ、ジョブどうしようかな。一応この子ブレトンにしたんですよ。ブレトンなんで、種族的には魔法使い系があって、ブレトンは魔力が強い種族だからね。でもね、弓かな。あんまり魔法ソロプレイで楽しくないと思うな。そこにいたの？春のコオロギみたいに自由。自由です。約束は守ってよ。あそこでは協力が必要。それは間違いない。私の名はノリアンウェ。ノリアンウェちゃん。ディレニケのものよ。あえて光栄よ。どこに行くつもり？キーライトのギャラリーという場所に向かっている。でもまずはあなたが自分の身を守れるかが知りたい。アービスを突き抜け、耳から地面に激突したんだから。耳から行ったんだな。少し弱っているでしょうし。まあ膝から行かなかっただけ。武器を探して、致命傷にはならなかったな。それから少し休息を取りましょう。いい？よしよしよ、こっち来いってことか。こっちからはいけない。お、調べられる。お、ロックピックゲッチュ。いいじゃん。お、自然水、ナチュラルウォーター。自然に廃墟の壺に溜まった水。汚いだろう、きっと汚いだろう。で、装備どうすんだ。とりあえずこの手袋。あ、装備するとちゃんと反映される。ほい、今ゲットしたから。お、はぐれたゴーレムよ。こっそり通り過ぎましょう。こっそり、こっそりか。スニーク。あ、ベアトラップ。なんか大丈夫、痛くない、バレてない。はい、自然に廃墟に溜まった水。こうやってこんなどうでもいい小物を集めてるシーンを動画にしちゃうのはどうかと思うんだが、何も持ってないからね、まだ。あれ、これバックパック、ナップサック。バレたバレたバレた。クソ、ナップサックを漁ろうとしていたら気づかれてしまった。これは、あ、攻撃方法間違えた。ドン。面回復。NPC のお姉さんが面回復してくれる。お、なんか入ってきた。生意気な。この無限回復と、くらい。能力は2上昇。スパイクアーマーがランク2上昇。座ろう。でかいのはいいんだけど、やっぱ揺れないのってね。ダメだね。いかんね。ちなみに ESO の世界は、おなじみの、多分、このエルダースクロールシリーズ、スカイリムから始めたよって方が多いと思うんですが、おなじみのスカイリムの時代から、この ESO の時代は1000年前になっております。なので、随分昔。もうすぐよ、行きましょう。鎧を見っけ。鎧を、鎧を、鎧一式。鎧一式を見つけました。とりあえず革のケースかな。ケースをかわいい。私スカイリム
基本的にもっと入れて、ちょっと肌が露出される系に装備を改造しちゃってることもあり、こういうしっかりした装備ってすごい逆に新鮮。出てきたら敵が嫌がる。やっぱりお家の中は安全正しい。お前もか、お前もか。あれ、いや動かないやつかあれは。分かりづらいな。うん、あのね、装備の解除の仕方が分からなくて、いちいちアイテムインベントリーを開いてる。そう、こいつを敵だと思った。でも動かない。蝶々、蝶々。うん。餌だ。釣りの餌か。ふぅ。釣りか。スカイリムの釣りには苦い思い出しかないんだがな、私。精神をだいぶ削られたからな。私がスカイリムをプレイしなくなった理由の2割ぐらいをあの釣りが占めてるからな。気をつけて。管理人が罠を仕掛けているかも。うん、なんかね、引っかかったような。ああ、もう、味方は大丈夫かな。当たっても、フレンドリーではないか。フレンドリーファイヤーはないらしい。お、ケースを鎧が上がった。あ、10ゴールド手に入れた。セプティムじゃないんだな。新しい、重装を手に入れたので、重装に着替えてみました。そして盾、剣。おい、おい、おい。あー、重装の方が戦ってる感はあるな。充実感というか。おい、おい、バッシュ、バッシュ、トゥ。プロプレイだと重装とか、戦士系の方がいいかもしれんな。じゃあなんでブレトンにした。いたた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 。うおー、油断した何、また復活してたの。クイヤ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 。まあレベルがまだ1か2か。まだレベルが2だからしょうがないといえばしょうがないのかもしれんけど、なんか地味だ。魔法の方が派手だよな。あ、お前も動くわ。ほう、なんとなくいいな。両手剣。うん、地味に勝った。兜、兜、兜。ほう、ほう。もう顔も見えなくなった。でも、お気に入りの顔じゃなくなった。お？ああ、アンウェイちゃんか。アンウェイちゃん、そんな名前だったか？ノリアンウェイ。このね、竜の力、背中からグワーンって。生やすやつ。もうテスシリーズおなじみ竜の力と囚人スタートですね。うん、ちゃんとセオリーは押さえてあるようだ。お、イェフレの骨にかけて、あなたが通ってきたポータルが作ったマジカの流れ、あれがこのスカイシャードを砕いた。機能しているスカイシャードがなければこの門は閉ざされたまま。どうやっても先に進めない。え、私のせいにされてる。処理する方法は不従軍一式と最先端の流星強化理論の知識がない限りは無理ね。どうにもならないわ。替えを見つけるしかない。海のスカイシャードはどこで見つかる？ここからすぐ南の宝物庫で数日前一つ見かけた。
でも島の中でも強力なゴーレムがすぐ隣にいたわ。通常なら別の場所を探すべきだけど、状況を考えると危険を冒すしかないと思う。チュートリアルだから楽勝だ。そのスカイシャドウを探そう。もちろん、でも手短にね。あった、スカイシャドウよ。ん、ああこいつか。なんかボスがいるいるみたいな苦戦は回収していたからな。動いて。うわ、トシ。もうチュートリアルの時なんかにやられてたまるか。いい戦闘訓練だ。無限回復あるし。おう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 、そういう技か。今までスキル全然使ってなかったな、そう今。普通にボコボコ殴ってた。スキル使うとこんなに楽なんだ。お、これがスカイシャード。なんかあれだな。言葉の壁からシャウトを吸収したの？シャードの力、シャウトの力。そういうつもりじゃなかったけど使えるわね。似てるな。門に戻りましょう。ジャンプジャンプ、イエイイエイ。ごくん。こっちか。あ、蝶々。虫の餌。虫の餌じゃない、魚の餌。魚の餌。虫の一部って書いてあるのがなんかね、羽虫って、あの、真ん中の芋虫みたいになった部分だけど使うのかな。かわいそう。やっちまうんだから、どっちでも同じか。お、こいつでも、魔法を殺す。命中判定がなんか、ちょっと、ちゃんと、距離が、必要なんだな。写真が当たらない。おひょ、おひょ。ほい。やっぱりね、バニラのスカイリムより綺麗だね。もちろん設定にもよるんでしょうが、テクスチャーとかが全然しっかりしてる、そんな気がする。キャラクターもね、あのエルフっ子もスカイリムのエルフっ子よりも可愛いし、まだピカーンってなってる。もう修理する、完了。アンウェイちゃんとしゃべる。ね、この服のテクスチャーとかもなんかテカテカはしてるけど、すべてのポータルの原型になったネイドラの怪物が、あの門の向こうで待っている。ここで他に準備することがあるなら今のうちよ。ところに行っちゃうってことか。もう戻れないってことか。おお、なかなかなネイドラ風。なかなかなデイドラシュー漂わせる。ん、よき、気持ち悪い。ヘビ。芋虫。ようわからんデイドラ。手でスパード。目型だとは思うんだけどね。ペイペイやるから。声も、女子っぽいし。声も女子っぽいし。うん。意外と、苦戦してるぞ。まあ、私には無限回復がある。三つ目、この範囲攻撃、赤くなる範囲からうまく外れながらやれば、チュートリアルだし、この命中判定のガバさんがちょっとまだ、よいしょ、よいし、ああ、範囲が。へい。なんかそんなに、泣かなくてもいいはずなんだが、泣かなくて。よし。やったわ。ギャラリーの損傷がひどくないといいけど。漢方のネックレス。早速装備。超と負荷。ああ、MMO だから、装備する前だったら誰かにあげられたりするんだね。お、なんか床光ってるけど関係ないか。
はい、オープン。おお、なんだこれや。図書館っぽいか。あ、これでは本一冊一冊じゃなくて本棚ごと同じ本なのかな。うん、そういうことか。まあこれ全部一冊一冊違う本だったらな、特にオンラインだと。おう、不自由を覚えた。へえ、やっぱり読書も大事だな。で、ここはもう開けられなかった理由がこれで分かった。あの力はこの神秘的な螺旋から来てるのよ。この敵、螺旋がむき出しになった。ああ、これで門が開けられるわ。他のプレイヤーか。最初は完全でなくてもタムリエルの大半に届くはず。ここ私だけの世界だと思ったら違ったんだ。あなたはまずどこから行くの？なんかさっきから変なのが遠くにちょろちょろしてるなと思ったら、あれもプレイヤーか。なるほどな。信じられる？周りを見て。これってもしかして、アルケイの螺旋がむき出しになっている。次元の扉みたいなやつ。魔力で8キラのところに行けるのか。キーライトのギャラリーは復活したわ。その理由もようやくわかった。どういう意味だ？なぜ復活した？あなたが来たからよ。タムリエルの情勢は暗いわ。すごい一個都合主義だな。シロディールでは戦争が起き、私のせい。デイドラコーが陰謀を練る。全て私のおかげ。エルスウェアの空にはドラゴンが待っている。はいね、お話はそうじゃないと。こういう第2期には救世主が必要なの。ご都合主義。ギャラリー主人公が全て。あるいはアダマンチンの塔そのものが。その他はみんなモブ。あなたを選んだんだと思う。そういうね、あれが必要です。キーライトのギャラリーはタムリエルのあちこちに扉を開いた。きっと英雄の助けを心待ちにしている場所よ。どうするかはあなた次第。どこに行っても必ず冒険が待ち受けている。あなたに星々の加護がありますように。それでどこに行くかは決めない。ああ、やっぱり世界のどの地域に行ってみたい。ここからいろいろな場所に飛びるっていうことらしい。一瞬で行けるなんて誰でもできることじゃない。これはすごい宝物よ。これはブラックウッド。オブリビオンにも登場したブラックウッドかな。ちなみに DLC は一緒に割引で販売されたやつは一通り買いました。ヘルスウェア、ヘルスウェアはカジートの故郷かな確か。砂漠系なとこだよね確か。でこっち、おなじみ西スカイリム、スカイリムですね、おなじみのグリークロック島。あれ？よく知らんな。バーデンフェルはダークエルフ、ダンマーたちの故郷だっけ？どれも行ってみたい。ストロース M 会、知らん。クナージズルースト、これも知らん。どこだ？こうか。こう、いや、こうやって見てみるとさ、私、全然、テスの世界知らんな。オブリビオンもそんなに覚えてないし、スカイリムに出てきたところならなんとなくわかるかなっていう程度かな。というわけで、今回は、馴染み深いスカイリムに降り立ちたいと思います。あ、もともと、エルフ子たちはノルドが好きじゃないんだね。ああ、吸血鬼。ただ、まだね、セラーナさん一家は誕生してないと思うんだ。人間としても。巡回から戻ったら、モーロッチの腹渡から嵐が飛び出したところ。そいつは俺の知ってる奴をみんな帰ってくる。肌や。話すことも難しくなっているんだ。光が眩しすぎると感じることもある。西にとっての脅威は東スカイリムの忌々しい密閉が王をたばかることだけだ。次に私の足元に助言とやらを吐くときはせめて裏切りの匂いを洗い流す。真実を認めて協力を受け入れるまでに自国の民を何人殺すつもり。ここで生き延びられるなんて思うのは大バカ者だけだ。あなたに任せるしかなくなる。私には倒せないから。
西スカイリムってことは東ホワイトランとかイーストマーチとかリフトとかそっちの地方は出てこないのかな。はい、というわけで降り立ちました。おうおう、なんか走ってった、うん、人間が操る NPC 走ってて行った。私はプレイヤーと一切絡む気もないので、はい、あの人たちは NPC と変わりません。しかもうざい NPC ですね。めいめいがおる。めいめいと、ここどこだろう。見た目じゃわからねえな、今の段階じゃ。あれ、ディープウッドって出てたっけ。ディープウッドってどのあたりだっけ。ふう、なんかスカイリムならわかるみたいなこと言っときながら、スカイリムでもわかってねえみたいな。うん、まあとりあえずスカイリムに降り立ちました。ということで、キリがいいので本日はこの辺りにしたいと思います。この ESO の世界をスカイリムとかね、その1000年前のスカイリムどんな感じだったのかとか、そういったものをちょっと見ていけたらなと、そんな動画にできればなと思っております。それではご視聴いただきましてありがとうございました。 BJ マユでした。バイバイ。